はい、皆さん、ゆきでーす。今回はですね、企画ですが、そうですね。ケンタッキーに伝達してみようということですね。はい。というのも、ケンタッキーの、V 指定とかができるのかっていう話ですね。ということです。ケンタッキーで V が指定できるのか、俺もちょっと気にはなっておりまして。まあなんで、ちょっと電話してみましょう。ケンタッキーの、ちょっと質問なんですが、はい。ケンタッキーの V が指定できるっていう話を聞いたんですけど、V 指定できるのが、数に限りがありまして、はい。同じ V ですと3ピースまでになるんですね。はいはいはい。で、あと、V が選べるのは、喉の部分、ヒールっていう部分と、あと足の部分ですね。こちらと、あと、アバラの部分、こちらの3種類のみとなってしまうんですが。ああ、なるほど。あ、じゃあ、やっぱり、サイとかは選べないパターンですね。サイ選んでしまいますと、ウィングの部分が一緒にセットで出てきてしまうんで。ああ、じゃあ、1ピースを選んだときは、サイは選べないってことですね。そうですね、サイの方ちょっと難しい。ああ、なるほど。あ、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。ということでですね、まさに、ネットに書いてある通り、でした。V を選べるのは、ドラムとリブとキールのみ、ワンピースを買ったときね。2ピース買ったときだと、サイとウィングが選べる。ということですね。2ピース以上買ったときは、サイとウィングって言って、サイが2個とか選べないんだけど、だから結局、V のその重さの単位があって、ドラムが1、リブが1、キールが1、そして、サイが 1.5、そしてウィングが 0.5 となってます。つまり、考え、まあ、結果として、この単位で、まあ、考えて、変えっつうことっすね。俺としては、まあ、サイが非常に美味しいんで、サイが最強なんです。なんですが、それは、やっぱ1ピースを買うときに、たった1個買うときに、サイにしてくださいっていうのは無理です。っていうことですね。ということで伝達して確かめてみました。おっす!ユッキーの脇毛見せちゃう。ということでね、お疲れさんです。ウィスウィスウィス。